じゃないそうですということで、今回はですね、いよいよ明日8月24日からマラソンの草2024愛知公演がね始まりますよと、開催されますよという感じでね、皆さん準備万端ですかどうなんですかと、もうね愛知行ってる人もいるんですかね、味噌カツ食べましたかって誰に向かって言ってねんだよね。皆さんもね、まあ、もう愛知行ってる人もいるだろうしね、明日愛知行くよとか、愛知に向けてね準備してる頃なのかなと思うんですけども、もうほんとめちゃくちゃね楽しみで、僕もね、1日目現地行くんでめっちゃ楽しみだよね。1ヶ月ぶりの前日なんでね、大阪以来ね、めちゃくちゃ楽しみなんですけども、今回はですね、そんな真夏の全国ツアー2024愛知公演もしくは東京公演ですね、その後最後にね待ってる東京公演神宮ですね、その残りのね真夏の全国ツアー2024のライブで、サプライズはあるのか、あるとしたら何なのかっていうところをね、ちょっと僕の意見なんですけどもお話していきたいなと思います。ぜひですね皆さん、何かこれ発表あるんじゃないかと思うね、真夏の全国ツアー2024ね、愛知公演もしくは神宮ね東京公演で、これねこうサプライズでというか、なんか発表あるんじゃないかなというのありましたら、コメントなど教えていただけると嬉しいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで残りのね真夏の全国ツアー2024愛知公演もしくは東京公演神宮でサプライズあるのかと、あれとしたら何なのかっていうところなんですけども、まずねそもそもサプライズあるかどうかっていうところなんですけど、僕は、まあ、そんなにこうないのかなって思ってますじゃあこの動画終わりやお前というね、感じなんですけども、まあそのないと思ってた方がね、いいというか、別に何もサプライズ発表なくてももう最高のライブじゃんね、真夏の全国ツアー2024って。まずまあそれはもちろんだし、でもこのサプライズねというのもなかなかこう難しいというかね、この時期で、僕もそんなにこう思いつかなかったので、まあ、基本的にはあんまりこうないんじゃないかなっていう、なんかねサプライズで発表されるみたいなことはね、ないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、あるとしたらね、何が可能性ありそうかなっていうところを、まあ、ここからはね話していきたいと思います。まず一つ目はですね、36枚目シングル楽曲披露ということで、これは意外と僕あるんじゃないかなっていうさっきとの矛盾がすごいなって感じなんですけど、これは僕一番可能性高いんじゃないかなと思ってるんですけれども、この36枚目シングル、まあ、表題曲のねチートデイに関してはもう大阪でねこうライブ初披露が あったと思うので、まあ、もちろん愛知東京神宮でも表題曲チートデイっていうのは、ね、必ずもう確定といっても 100% って、ね、言っていいぐらい披露は あると思うんですけど、それ以外の36枚目シングルに収録されてる楽曲ですね、なんかアンダー楽曲だったりとか、ね、5期生楽曲だったりとか軍団曲だったりね今回ありますけれども、大阪公演のお瀬取りからこうちょっと変えて、そこにこう36万名シングルの楽曲をね初披露しますよって、ライブで初披露しますよっていうのはね、可能性あるんじゃないかな。これはだから愛知でもありえるし、東京神宮でも全然、ありえるのかなって。まあ、愛知で披露されたら愛知が初披露だしっていうね、で神宮で披露されたら神宮で初披露っていうね、感じになりますけども、このね36万名シングル、まあ、CD もね発売されて、もう曲もね、全部解禁もちろんね、されてるので、ライブでの披露っていうのはねめちゃくちゃあるんじゃないかなと思います。はい、そして次2つ目ですね、2つ目は36枚目シングルアンダーライブ開催決定ということで、これも僕は結構ワンチャンあるなというか可能性あるなって、思ってるんですけども、まあ、36枚目シングルアンダーライブはまだね開催決定のそうお知らせ、開催決定しましたよっていうね発表は来てないじゃないですか。で、まあ、ここ最近のねそのアンダーライブの発表の仕方っていうのは、あの46分 TV 乃木坂配信中でね、乃木坂46分 TV が行われて、こうそこでアンダーのフォーメーションがね発表されて、こう MV も解禁されて、でお知らせとして、アンダーライブの開催も決定しましたみたいな感じだったじゃないですか、ここ最近のアンダーライブの発表の仕方って。だけど今回はそのアンダーはねこういうフォーメーションがこうもう発表されて、で MV もね、もう解禁されたけど、今回その46分 TV という形ではなかったじゃないですか。なんでこうアンダーライブ36枚目シングルのアンダーライブってまだ発表されてないと思うので、それがこうここでねこのライブで、真夏の全国ツアー2024のライブで、まあ、例えばじゃあアンダーブロックがねあったとして、でそこでの MC でみたいな、その曲披露し終わってみたいな、アンダー曲披露し終わって、その後のこう MCで発表されるとか、過去のライブでもねそのアンダーライブ開催決定のお知らせ発表がライブ中にねアンダーライブ開催決定しましたみたいな発表がね、あったと思うので、まあ、今回もそういう形でライブ中に真夏の草2024のねライブ中に36枚目シングルアンダーライブの開催が決定しましたみたいなサプライズ発表っていうのは、これも僕は結構あるんじゃないかなというふうに思います。まあさすがにね36枚目シングルももちろんアンダーライブはねあると思うので、まあ、いつ発表されるかっていうところだと思うんですけども、
この真夏の全国ツアー2024年愛知公演もしくはこう東京公演神宮のねライブのどこかでこう発表されるっていうのはありえるんじゃないかなと思います。はい、そして次3つ目なんですけども、まあ正直もうここからはねもうほぼないと思ってください。もう 99% くらいはね ないと思ってもらっていいんですよ。なので2つ目までは僕は結構ありそうかなと思ったんですけども、3つ目からはもうほぼないですもうほぼゼロにね近しいです。可能性はねほぼないと思って もらいたいんですけど、3つ目はですね乃木坂46時間テレビ開催決定。まあないよねまあないわなっていう感じですけど、まあもしかしたらもしかするとねもう本当になんか、ね、奇跡が起きて46時間テレビ46時間 TV のね開催が決定しましたよみたいなねお知らせがもしかしたらあるかもしれないってい うところでね、まあただ時期的にもね もしね発表されたとしたらさあこの今年中にはやると思いますけど、その今年のね残り9、10、11、12の2月のね中でまあやるみたいな感じになると思いますけど、まあ時期的にも考えてまあないですよね。まあただそのね46時間テレビ46時間 TV をやるペースとしては今年ねこうあってもいい年ではあるっていう感じではあるので、まあそう考えたらもう本当にわずかな希望ねわずかな可能性ですけど、ね46時間 TV 46時間テレビやりますよって、まあその後半ってさ今年この真夏の全国ツアー2024が終わるとねなかなかライブも分かんないじゃないですか。まあアンダーライブはね36コマミシングのアンダーライブはあるだろうけど、他のライブってなったらね、まあ残りのねこの後半今年後半はね、前日が終わったらもうあんまりこうライブっていうのもないかもねしないんで、その中でじゃあ46時間 TV やりますよ46時間テレビねやりますよみたいなのはまあもしかしたら本当にもしかしたらね本当のもしかしたらあるかもしんないなという感じですかね。はい、そして次ラスト4つ目なんですけども、まあこれももうないですこれもうほぼないんですけど、4つ目はですね真夏の全国ツアー2024ファイナル開催決定。まあないよねまあないよねっていう感じで、まあこれは多分一番可能性ないかな。あ、真夏の全国ツアー2024ね、例えばじゃあ神宮とか、まあ、愛知でも分かんないけどで、さらにファイナルありますよと、真夏の全国ツアー2024ファイナルやりますよみたいなことがね、まあないとは思うないんですけど、まあ、ほぼないんですけど、もしかしたら分かんないよっていうところでね、まあでももうねファイナルやるにしてもこれも時期的にももうきついよね。応募のこととかもさ、ね、考えたらもうきついし、まあね最後神宮なんでね、東京公演で神宮なんで、まあ、それで綺麗に終わるっていうのがまあまあもうそれでいいのかなっていう感じはするんですけど、過去にもねこのファイナルっていうのはあったとは思うので、今の全国ツアーねファイナルみたいな感じのあったと思うので、まあ今年もね全まあでもほんと 0.1% くらい0.1% くらいはね可能性あるんじゃないかなっていうところで、まあでも会場ももうないですからね、東京ドームも今年やってるしね、ファイナルやるにしてもなかなか会場もね、今年はないのかなってい う感じなのでね、まあ、やっぱファイナルやるってなったらね、そこそこやっぱ東京ドームとかさ、大きな会場で やると思うんで、まあ、そうなってくると、もう東京ドームね今年、水木のね卒コンでやったし、そういうところから見てもまあ、ないですねなんちゃお前それ なかったです。はい、ということで今回は真夏の全国ツアー2024愛知公演 もしくは東京公演神宮で、サプライズはあるのか、あるとしたら何なのかっていうところをね話していったんですけども、いかがでしたでしょうか。まあね基本的にはないとね僕も思ってるし、多分皆さんもねそんななんか何かあるんじゃないかみたいなね、の思ってる人いないと思うんですけど、まあもしかしたらねなんかあるかもしんないよ、サプライズね発表で、あるかもしんないよというところで、まあ4つほどね挙げさせていただいたんですけども、まあでも最初に言った2つはね、あの36枚目シングルの楽曲ね収録楽曲をライブで初披露、あの兄弟曲以外をライブで初披露される可能性っていうのはまああるのかなと思うし、36枚目シングルアンダーライブの発表っていうのをね開催決定というお知らせもライブ中にね、発表されるっていうのはあるのかなって、この2つに関しては僕はマジでありそうかなっていうのは思ってるんで、まあちょっとね、まあないとは思いつつちょっと期待しつつみたいなねご感じで、残りのね真夏の全国ツアー2024一緒にね楽しんでいきましょう。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。